どうもこんにちは。今回はですね、このダイソーで購入した静電気除去キーホルダーが点火の簡易確認に使用できるっていうお話です。どこのメーカーでも多分大丈夫かと思います。使用方法は至って簡単です。接続は必要なし、プラグコードに近づけるだけ。これだけで光り出します。見やすいかと思ってね、夜撮影したんだけど、昼だとギリギリ目視可能な発光量ですね。手に持たなくても光りますので、車体のプラグコードにテープで貼り付けたりすることも可能です。プラグコードの中を通る約3万と言われる高電圧に反応して光ります。なぜ光るのかという説明はコメント欄に詳しい先輩が来てくれると思いますので、それを待ちましょう。電磁界とか静電誘導とかそういった分野かと思いますが、私は全然わかりません。注意として、コードまで電圧が来ているかどうかがわかるだけであって、その先の不良、例えばキャップの不良やプラグの不良は判断することができません。あくまでも簡易的。しかしハイテンションコードまで電圧が来ているならば、デスビア CDI イグナイターの点火装置は機能していることが簡易的ですが判断できます。専用工具のタイミングライトなどを使えば同じような診断もできますが、こっちは何といってもコードに貼り付けたりポケットに入るという利点もあります。しかもこれ、点火の確認以外にも静電気の除去までできる。実際に何ができるのかというと、バイクだと点火装置の故障により火が飛んだり飛ばなかったりするケースがありますけども、プラグを外さなくてもコードまでは電圧が来ているのかどうかは分かります。出先でね、故障原因の切り分けなんかはスピーディーにできるかもしれません。いちいちね、シート外してホース外してセンサータンク外してキャップ外すという手順を踏まなくてもすぐに簡易診断できます。車であれば光らなければクランク角センサーやカム角センサーを疑ってみたり、光っていてエンジンがかからないのであれば燃料ポンプを疑ってタンクを軽く叩いてみたり、次の診断ステップへの移行をスピーディーにできるかもしれませんね。まあ、100円のおもちゃとしては結構面白いんじゃないかなと思って紹介させていただきました。ダイレクトイグニッションコイル車は二次化高電圧部の場所的に多分反応しないんじゃないかと思います。試してないんでね、もし誰か試した方いたら結果を教えてください。今回の報告は以上です。ではご安全に。バイバイ。